中国気象局によると、6月29日以降、江西省北部で数回の豪雨が発生し、14件の累積降雨量は過去最高を記録しました。豪雨の影響で、同省にある波陽湖の水位が警戒レベルを超え、長江の水が7月6日夜11時、波陽湖に逆流し、7月9日午後7時には、波陽湖の水位が21メートルに達し、警戒水位を 1.5 メートル上回りました。同省の多くの河川の水位が警戒レベルを超え、数箇所で歴史的記録を超える洪水が発生しました。また、南方都市法によると、7月8日夜、江西省、波陽県の堤防が決壊し、地元の農地、約15万亩、約 148.5 万平方メートルが冠水しました。7月9日夜9時ごろ、波陽県、中州雨の堤防が決壊し、決壊口は、約100メートルにも及び、地元15の村が水没しました。波陽県水利局の報告によると、7月10日現在、14の堤防が決壊しました。江西省緊急管理局の報告によると、7月10日午後4時30分ごろ、洪水は、南昌、景徳鎮、九江、上城などの10の市と95の県、439.8 万人に大きな被害をもたらし、農作物の被害面積は 387.4 千ヘクタール、直接的な経済損失は49億元、約751億円になるといいます。中国の中央気象庁によると、7月12日夜から13日にかけて、長江流域の重慶、湖北、安徽、江蘇、浙江、貴州、雲南などの一部地域で集中豪雨が降りました。12日の江西省緊急管理局の公式ブログによると、長江流域にある波陽湖の水位は、1998年7月30日にあった洪水の時よりも高く、水位の上昇が続いているといいます。中国衛星気象センターによると、長江の水位は警戒レベルを超えた状態が続いており、波陽湖に隣接する5つの河川の洪水が相次いで波陽湖に注入され、今後数日間、湖の水位は上昇し続ける見込みです。湖の水は、まず支流の最後尾区間や中小河川に浸水し、近隣の農地や町が壊滅的な危機にさらされているといいます。中華都市地理というウェイボーのアカウントによると、7月8日、波陽湖は 4942.6 平方キロメートルに拡大し、青海湖は4583平方キロメートルを超え、数日のうちに中国最大の湖となりました。中国政府が発表した12日正午までの統計データによると、中国は今年、洪水により、江西省、安徽省、湖北省、そして湖南省を含む27省で少なくとも、延べ3789万人が被害を受け、2万8000棟の家屋が倒壊、141人が死亡、行方不明となり、およそ3532ヘクタールの農作物が被害を受け、経済的損失は、822.3 億元、約 1.26 兆円に達しました。今年、中国各地での洪水被害は歴史的記録を刷新しています。